こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は商品相談を受けてて、まあ、そういえば、間違いやすい、ところでですね、輸送できるかできないか、FBA ですでに入庫している商品あると。まあ、これじゃあ送れるんだなっていう判断ね、ほとんどの場合当たってるんですけど、まあ、中には例外もあります。ですんでね、そういえばこれ、送れないってなってる製品に似てるけど、これを入れられるのかなと、ね、気になったのあったらご相談ください。まあ、仕入れちゃってね、納品設定もして、まあ、送ろうとした時にね、これ送れませんよとなっちゃったらね、まあ、返品できる、あるいはね、どっかよそで売れればいいんですけど、大抵はね、手間かかるとかお金損するって話になりますんで、まあ、輸送 NG 商品は、まあ、買わないに越したことないということでね、判断基準として、誰か FBA に入れてる人いるんで、これ、入れられますよね。まあ、それね、気持ちはすごいわかるんですけど、そうとは限らない例が多々あります。送れないはずなのに、遅れちゃってる。あるいはね、普通は送れないけど、送る方法を持ってて納品してる人もいるということがあるんでね。FBA があるから輸送 OK というふうにね、短絡的に考えると、輸送 NG 商品もありますんで、まあ、注意して。ちょっと気になったら、あるいはね、特に個別サポートの会員さんなんかはもう、逐一相談してもらった方がね、間違いありませんので、これを大丈夫でしょうかというふうにね、確認しながら進めてください。また、ご質問、ご意見お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。